しよう。彼らは無知なのです。子羊が第七の封印を解いた時、天に静寂が訪れた。七人の御使いに七つのラッパが与えられた。すると騒音と雷鳴と稲妻と地震が訪れた。ジョセフ・シード、お前を逮捕する。聖女から偉大な声が七人の御使いに言った。行きなさい。鉢を傾けて神の怒りを血に注ぎなさい。どういうことか分かるか？
政治家たちは沈黙したということ、企業は消滅したということ、神の正義の炎によって世界が清められたということだと。つまりは、私が正しかった。崩壊が訪れた。我々の知る世界はもうない。ずっと待っていた。神が私の耳元に囁いた予言が成就する日を。この時のために家族に備えさせた。君が彼らを奪った。君を殺すべきなのだろう。だがもう君だけが私の家族だ。世界が生まれ変わった時、我々は光へと踏み出す。私は君の父、君は私の子だ。君と私でエデンズゲートへと歩もう。